第4高加両兵士団は、第2次世界大戦期のドイツ空軍のエリート、高加両兵部隊である。第4高加両兵士団は1943年11月に、イタリアのベネツィアで、第2高加両兵士団の期間に、イタリア軍落下産部隊の、第184落下産士団、レン母と、第185落下産士団、ホルゴーリからの志願兵を加えて編成された。 第四高架領兵士団の最初の戦闘は1944年1月の連合国軍のアンツヨへの上陸において第一高架領兵軍団の一翼としてのものであった。アンツヨの戦い後、士団はローマ全面で後衛部隊として戦い6月4日にローマを引き払った最後のドイツ軍部隊となり、ビテルボ、シエーナ、フィレンツへと交代しつつ、 その後、二峠で連合国軍の進撃を止める手はずを整えた。1944年末から1945年の冬に第四高架量兵士団はゴシックラインで配置についた。1945年3月に士団は第十二高架量兵連隊、第二大隊と高兵大隊から第二中隊をオーストリアで編成される新しい第十高架量兵士団のために教室した。 その後、第4高下量兵士団は、ネットゥーノ、フィレンツェ、リミニ、ボローニャで戦い、1945年4月に連合国軍に降伏した。作戦会議を行う高下量兵、ネットゥーノにて対戦者砲を操作する高下量兵、ネットゥーノにて、ありがとうございます。